プロビデンスの目とは、目が描かれたキリスト教における衣装。プロビデンスは、キリスト教の摂理という意味で、神の全能の目を意味する。後輩や、サイン一体の象徴である三角形と、しばしば組み合わせて用いられる。中世からルネサンスにかけて、以降、サイン一体の象徴として、デザインが用いられた。現在でもアメリカ合衆国の国章の理念を、はじめ町や、大学の紋章、 アメリカ合衆国ドルをはじめとする通貨のデザインで用いられている。初期のフリーメイソン D で用いられたプロビデンスのメ流、ュー、シミティエールが提案した国賞案フリーメイソン陰謀論者やそれにまつわる都市伝説では三角形に目を配したプロビデンスの目はフリーメイソンの象徴とされる。この文章が US ドル紙幣に描かれていることはアメリカ合衆国が フリーメイソンの支配下にある証拠だと唱える者も,もいる。これらの図像学研究においては、プロビデンスの目は、神が全てを見通す目だと考えている。未完成のピラミッド型の建造物の上で、周りを栄光の光によって囲まれる三角形の目で、監視するという意味。神の目で人類を監視していることを示しているとされる。アメリカのドル札だけではなく、 日本の千円札を透かしてみると、野口秀夫の左目と富士山の頂上付近が重なって見える様子がプロビデンスの目であり、日本銀行文章もフリーメイソンリーがアメリカ合衆国と同じく日本経済にも関与していると考察する者も,もいる。なお、野口秀夫はジョン・コールマンの著書300人委員会会員のロックフェラー財団の研究員に属し貢献した。 ロックフェラー財団は、福島県の野口の成果の保存を目的として、野口秀夫博士記念会を設立し、現在は野口秀夫記念館となった。紙幣発行の日本銀行も、資本の30%程度は、非公表であるとし、同行は300人委員会が保有している、私有銀行であるとの陰謀論を唱える者も,もいる。また、世界の紙幣発行の FRB も、 国有ではなく300人委員会の資本が入っているとしている。ただし、プロビデンスの目自体のデザインは古くから教会建築などに用いられる一般的な紋章であり、国章選定の当時はフリーメイソンギーとの関連があるとは見られていなかった。また国章制定委員会のメンバーであったフリーメイソンはベンジャミン・フランクリンのみである上、プロビデンスの目使用を提案したのは ピエール・デュ・シミティエールであり、彼はメイソンではなかった。さらにこの委員会での国章制定は流れ、フランシス・ホプキンソンが提案したデザインを元にした、ウィリアム・バートンのデザインした案が、最終案のひな型になった。ただし、ホプキンソン自身が提案した図案に、階段ピラミッドはあるが、プロビデンスの目はない。さらにこの際の委員会でも決定は行われず、 正式決定が行われたのは1782年のことであった。ホップキンソンとバートン正式決定に関与したチャールズ・トムソンらがフリーメイソンリーと関係があったという事実は確認されていない。文章はその後いくつかの修正を経て現在に至っている。さらにフリーメイソンリーでもプロビデンスの目のデザインは用いていたが1782年の 国章制定以前に三角形と目によるプロビデンスの目が用いられたフリーメイソンの文書は存在していない。フリーメイソンリーが公式に三角形と目によるデザインに言及したのはトマス・スミス・ウェップの著書による1797年のことである。フリーメイソンリーの複数のロッジはこれらの根拠を挙げ、国章制定への関与やこの三角形に目を描いた文章が フリーメイソンを表す紋章であることを否定している。また、イルミナティの紋章であるとされることもあるが、大英博物館にあるイルミナティ文書の原本やメンバーが使用していた場所のデザインに、プロビデンスの目は存在していない。さらには、日本銀行は、法律上出資者に議決権がなく、支配を目的とした株式の取得に意味がないこと、 米国での連邦準備銀行は、各地区銀行の出資によるもので、資本構造は明快で不明な出資者による支配はない。こと、金融監督により通貨供給量を管理する FRB、実際の紙幣を引き渡す、各地区連邦準備銀行、紙幣を印刷するアメリカ合衆国財務省、市場捜査により、通貨の流通量の間接的な捜査を行う。 連邦公開市場委員会を混同していること、香港のように、香港上海銀行他中央銀行以外が、長期間紙幣を発行し安定した紙幣の流通を実現している例があること、現在では直接の紙幣の流通残高をはるかに超える信用取引が実体経済を支えていること等から、紙幣発行に関する陰謀論は極めて稚拙なもので、 あり容易に反論できる水準に過ぎない。金融による支配についても同様にロスチャイルド、ロックフェラー、ジョン・モルガンを混同したものが多い。ありがとうございます。